神戸市長田区の広い通りから入った路地にやってきてるんですけどもね、ここにいろんなキャンプ道具、キャンプに欠かせないあれが売ってるということなんですけども、いや、こちらのお店なんですけどね、お店というよりは倉庫のような見た目のこちら、今年8月にオープンしたばかりのチェンバーズ、キャンプになくてはならない薪を専門に扱うお店なんです。うわー、まず最初にね、木のね香りがすごいしてきますね。そして見てください、薪がたくさん積み上げられてますね。多分ね、これ種類的には杉だけじゃなくていろんな種類が置いてありますね。チェンバーズの西村さんに薪を選ぶポイントを聞きました。僕らは、含水率ということ、含水率が低いことが、燃えやすくなるので、よしとするんですけど、まあ、大体ちょっと目安になるんですけど、同じ見た目 の、 あの薪が2つありました、同じ種類ですって中でやっぱり軽い方が、含水率、が低くなってる、水分が抜けてるので、軽い方があのよりこう燃えやすい、薪になると思います。なるほど。あとね、こういう感じで割れてたりとか、はい、割れ目が入ってますね、はい、乾燥してるがゆえにこう割れやすくなってきてるので、乾燥してる証拠かなと思います。なるほど、はい、じゃあこう割れてるからって見た目は悪いけども、でも薪としては非常にいい薪だと、いうことですね、はいはい、そうです。この店独自の特別な薪も。あ、この薪ですけども、極上の薪と書いてますけど、何か特別な。広葉樹に限るんですけども、含水率が 10% 以下、やっぱ含水率が 10% 以下じゃないとあのパチパチ弾けたりとかするんですけど、その 10% 以下で収めてる薪を僕らで極上の薪、略してごまきとして、ごまき、ごまきとして水分を多く含んだ薪だとパチパチと弾ける音が大きく聞こえ、煙がよく出るのですが、含水率が低いこのごまきは弾ける音も小さく煙も少ないのです。これだけ乾燥させるのにもかなり手間が。そうですね、やっぱり半年1年って時間かかるんですけど、それを常に僕ら生産してストックしてるんで、いつでもこの乾燥した薪をっていうのを強みでやらせていただいて。なるほど。薪の品質に絶対的な自信を持つ薪専門店チェンバーズ、実はある変わった特徴があるんです。それぞれの専門を教えていただけますか。はい、僕は林業です。林業、はい、僕は飲食をしています。飲食、で建築業をさせていただきます。全員同学年で同い年、昔から仲の良い友達5人で立ち上げたチェンバーズ。林業、建築、運送、飲食、それぞれ異なる業種を生業としながら、キャンプ好きが高じて何か面白いことをしたいという思いから始まったお店なのです。林業ということはもうこの辺の薪の専門家だと思うんですけども、はいはい、本業の方で外国向けにその材を輸出している部分もあるので、はい、うん、山っていうのは手入れしていかないといけないと思うんで、こういう商品になって林業っていうのを知っていただけたらなと僕は思ってるんですけど、お客さんとの接し方とか接客とかもそうですし、まあ、商品のまあ売り方とかをまあなんか手助けできたらなと思う。飲食でそのフードとかもちょっといろいろこっちでやっていけたらなと思う。キャンプ飯みたいなのをご提供できたら。建築業の菅野さんは店舗のデザイン全般、そして宮崎さんが運送業、商品の薪を運ぶ仕事を担当しています。それぞれ得意な分野で力を合わせお店が成り立っているのです。また薪専門店以外にも。ここはどういう場所になるんですか。まだ企画段階なんで、ちょっと細かいことはちょっとまだお伝えできないんですけど、まあ、兵庫県の某所
で、一応僕が所有してる山になります。プライベートキャンプ場という形でもう1日何組の限定という格好のキャンプ場にしたいなと思って、最低限の設備を整えつつ野生味あふれるキャンプ場を作るのがこれからの夢の一つ。まあ、林業、飲食、建築で運送業が集まった時にみんなでそこを切磋琢磨しながらいろんな無理難題にも挑戦していってるんで、すごい楽しいですね。友達でありライバルであるみたいな感じなんですかね。あいつがここまでやってるか俺もここまで行こうみたいな、負けんとこうってなるんですよ、うん、異なった職業の友達が集まり始まった薪専門店にキャンプ場を建設。これからも挑戦は続きます。